続滝野神社の方へ行きたいと思うんですが、多分こっちで合ってるはずなんですよね。多宝塔のもうちょっと上あたり、上っていうか脇っていうか、ロープウェイの乗り場の近くだったと思うんです、その滝野神社自体は。人がいないところ歩くのはいいですね。観光地に来て人がいないところを歩いてると時間が早いのもありますけどね。この島のでこう働いてる人たちと以外だとなかなか出くわさないっていうのはなかなか面白い感じですけど、まあ、厳島も何回かこのあとこの先も何回か来ると思うんですけど、少しずつこう人が行かないところへなんか道中をねちょっと撮影していきたいなと思うんですけど、こちら側に行くと厳島神社、こちら側に行くと登山ロープウェイの口らしい。確かロープウェイの口のあたりだったと思うんですけどね、その神社は。話覚えてない。なんかそんな感じがする。鹿さんがいるけど、下の建物かな。下になんか建物見えるんですけどね。あ、神社が見えた。下ですね。これはお寺なの。何やろこいつみたいな顔してます。何やろこいつみたいな顔してます。向こうに見えるのはお寺だと思うので、下が神社かな。なんかちょっと自分が見てたのと違う風景が見えてるんで、そこはお寺だと思うんですよ、間違いなく。神社はあったはずなんですけどね、やっぱりちょっと散策してみたいと思います。